ここは愛媛県松山市道後にある伊佐庭神社です。伊佐庭神社は心願成就、厄除け、縁結び、安産成就のパワースポットです。ご祭神は第14代天皇、忠愛天皇。忠愛天皇妃である神宮皇后。第15代天皇、法神天皇。宗像大社の宗像三女神が祀られています。今の伊佐庭神社の場所は、忠愛天皇、神宮皇后のご夫婦で道後温泉に来た時の仮宮跡に建てられたと伝わっています。伊佐庭神社は万葉集にも歌われています。伊予の高嶺の伊佐庭の丘に立たして、歌思いこと思わしし、みゆの上の小村を見れば、山辺の赤人。伊佐庭神社は当初、道後温泉の山麓に建てられていたそうですが、河野市の湯月城築城の時に現在の場所に移されました。ここは道後温泉駅です。それでは伊佐庭神社に向かいます。石段の上にある朱色の建物が伊佐庭神社です。長い石段135段を登ります。中腹に蘇我の社があります。スサノオノミコトと奥さんの櫛灘姫ノミコトを祀る五穀豊穣の神様です。中央の階段では狛犬が入り口を守っています。頂上まで登ってきました。階段を登って振り返ると松山市内が一望できます。奥に松山城も見えます。正面は朱色の楼門、国の重要文化財。八幡宮の扁額。上に見えるのは可愛い金剛力士王です。4体で楼門の上部を支えています。これは法隆寺五重塔にも見られるものです。長寿者で手置きを見ます。反対側には社務所があります。9時から17時に開いています。絵馬とおみくじ。では、中に入ってお参りします。孟子殿と廊下。回廊。本殿を四方から囲んでいます。左右入り口には見張りをする随身を配置しています。本殿です。1667年に建造。透かし塀に囲まれています。日本で3つしかない八幡造り。屋根が2棟に分かれているのが特徴です。前殿を外陣、後殿を内陣と呼びます。残り2つの八幡造りは、京都の岩清水八幡宮、大分の宇佐神宮です。屋根の横には、火稜瓶画と天女の鮮やかな彫刻もあります。エビのようなくねっとした形、エビ香料。彫刻を抱いたカエル股。金箔を貼った円柱。階段と御扉。今見られる立派な社殿は、江戸時代初期に、松山藩第3代藩主、松平定長が作りました。徳川将軍からやぶさめを命じられ、その成功を八幡様に祈願し、見事に成功させたことから、そのお礼として建てられました。徳川将軍の前で失敗は許されないと、強い重圧があったことが、この立派な社殿から想像してしまいます。それ以来、心願成就のお宮としての信仰を集めています。神社様式は、織田豊臣が活躍した、ド派手な桃山様式を継承しています。高良玉垂社。神殿より向かって左側。竹内の宿根の御事をお祭りしています。神宮皇后の白木遠征を補佐したことで有名です。長寿、厄除けの神様として知られています。時は新田霊社。神殿より向かって右側。新田吉宗、脇江義晴、松平定長をお祭りしています。新田義宗は、新田義貞の子、いとこの脇江義晴と共に鎌倉幕府と戦った武将です。松平定長は松山藩第3代藩主です。稲葉の白兎。この彫刻は鎌倉入仏教6の一人、次週の開祖一辺上人です。この隣の宝厳寺というお寺が一辺上人の生誕地です。石灯籠。奉納品です。太刀、銘国行。国の重要文化財に指定されていて、鎌倉時代中期の作で、松山藩第3代藩主、松平定長が奉納しています。山岳です。24面の山岳が愛媛県指定有形民族文化財に指定されています。数学のクイズみたいなものです。毎年伊佐庭神社に奉納されていました。松山は西日本一の和算日本数学の研究地でした。伊佐庭神社では数学を競技として競っていた節があります。1年間数学のクイズが神社内に張り出され、1年後一番美しい答えを出した人が優勝。翌年に優勝者が山岳を奉納し、その優勝者が次の年のクイズを作っていたそうです。伊佐庭神社に奉納されている絵馬です。赤穂浪士の絵馬です。300年前に描かれたものです。日露戦争の絵馬です。旅順港の戦いが描かれています。加藤清正の鬼退治。騎馬武者像です。敬天愛人。このみこしは10月7日、松山秋祭りで宮出しをされるみこしです。伊佐庭神社からは6体のみこしと、隣の湯神社から2体のみこしが、道央温泉駅前の広場に集まり、持ってこいの掛け合いとともに、みこしとみこしがぶつかり合う、鉢合わせという神事が行われます。激しくぶつかる様は迫力満点です。それでは今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。